皆さんこんにちは、ダイタラです。イナズマイレブン GO ギャラクシーやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よし、では行きましょう。スターシップスタジアム入りましょうね。今日からこのサンドリアスとの宇宙と、じゃあ星のね、存亡、滅亡ね、かするか生き残るかをかけた戦いが始まります。頑張っていきましょう。こんな綺麗なの見たことないよ。でもなんか書いてあるか読めない。宇宙船型のね、スタジアム、スターシップスタジアムです。サンドリアスのキャプテンは、カゼルマっていうイケメンだ。あんなサラサラの髪で、爽やかな顔で、なおかつサッカーまでできたらモテないわけがない。どういうことや、それ。あれがね、モテる顔だらしいですね。私はバダイさんが好き。キーパーのバダイ。で、バダイかっけえぜっていうね。うちの妹はキーパーのバダイがかっこいいって言うけどいまいちよ。私はやっぱりミッドフィルダーのタラクね。あの賢そうな顔つきがたまらないわ。みんな顔で選ぶんだけど、この世界。なあ、いいのそれで。まあいいんだろうな。確かに顔で選ぶよな。やっぱどの人がイケメンかイケメンじゃないかみたいな。ねえ。つれえぜ、ほんと。ゲーム実況者もそうやって見られんのかな。なあ、あの人は顔がいいから、みたいな。ねえ、やだやだ。俺は顔出ししてるけどね。見ないでくださいね、皆さん。よし。見ないでくださいねってなんだよ。探せばあります。はい。っていうことでね。行きますか。こんにちはっす。どっちが勝ってどっちが負ける試合っていうのはそういうもんだ。俺は今手に汗握ってる。さあ、この試合楽しみにしようぜ。行こうぜ。さあ、頑張るか。どっちが勝つかってどっちが負けても、恨みっこ出したぞ。いや、絶対恨まれる。絶対恨まれる。地球の人だとか、死ぬか分からん、知らんねやろ？急に死ぬんやろ、もしかしたら。最悪やん。いや、ねえ、何何このワンダマみたいなやつ。タコやけど。エコのグランドセレスタギャラクシー、ここに開幕。実況はこの私、スーパー解説者でもあるダックスガンバービューがお送りします。なんか一個さんみたいに、どんだけーとか言いそう。この声。市川、今日の試合お前はベンチだ。しっかり見ておけ、このチームを。そう言うと思いましたよ。いぶき、お前はキーパーだ。いけるな。もちろん。しんちゃん負けてる。当然だろう。くぅ。しんすけ。わかってるな。この試合、お前たちが負ければ地球は滅びる。どんな手段を使ってでも奴らを潰せ。負けたら地球は滅びる。絶対ミスできない。いや、ミスしてもええけど、カバーするでカバー。また硬くなるんちゃうん、この緊張で。ふむ。まもなくだな、アースイレブンの初戦は。はい。ねえ、それと報告があります。天魔松風は光る石を手に入れてる。ほう。ねえ、やはり思った通りです。松風はプリンセスとの交信を行っているようですね。狙い通りだ。何のことだろう？狙い通りだって。あの、夢に出てきたお姉さんはプリンセス？はあ。出た。風丸くんの親戚みたいな名前の人。爽やかイケメン。ねえ、カゼルマ。天魔、サンドリアスの誇りにかけて誓う。この試合、正々堂々勝負だ。もちろんさ。甘い！昼下がりの花の香りのように甘いぞ、カゼルマ。何その例え。間のこの表現いらんやろ。どうした？戦いはやるかやられるかだ。バルガ。なんだあいつ。他の選手は全く違う姿をしてるが、この星の人間じゃないのか？この大会に他の星の人間を入れていいといけないというルールはない。それぞれの星の民が同意していれば可能です。なんだって？奴は助っ人というわけか。一つ確認しておくが、化身の発動は禁止されていないな。ええ、地球では禁じられたようですが、本戦では、選手が宿したオーラを発動することに制限はない。もっとも、今のあなた方のオーラで、彼らに太刀打ちできるかわかりませんが、化身が対抗できないの？お前たちが地球とか言う、銀河辺境弱小惑星の代表か。なんや、こいつ。黙って滅びればいいものをわざわざ潰されに来るとは物好きな奴らだ。尻尾前で逃げるなら今のうちだぞ。ガッハ強そうやな、こいつ。ねえ、無駄な挑発するな。お前はただの助っ人だ。チームの一員としてサンドリアスの思いを伝えただけだ。勝手だ。発言は許さん。貴様がサンドリアスの思いを語るな。ふん。俺やりたいようにやるだけだ。なんだこいつ。ねえ、わがままやな。勝たせてやれば文句あるまい。カゼルマ？なんでもない。それでは、準備に入る。お互い。視力を尽くそう。さあ、ガチバトルすっかー。
なあ、ガチワンオンワンじゃないわ。ガチチームバトルですね。さあやっていきましょう。テンマリラックスだよ。準備しろ。わかった。ピックー。あの助っ人うるさいわ。そうだよな。お前だよ、お前。ねえ。お前たち、活躍すれば、城の側近取り立ててやるぞーってね。ねえ、地球の奴は叩きのめすぜ。勝たせてもらうぜ。これキーパーだよね。イケメン、バタイ。よし。ではバトルだ。覚悟はできた。行きましょう。正々堂と戦おう。頑張るぞい。さて、試合メンバー編成しよう。いぶき、このはざな、黒を入れよう。しんすけは外そう。さて、とりあえずメンバーなんですけど、まあ、基本はね、このパーティーで戦おうかと思います。ね。で、困ったら控えの選手を出していくっていう感じで、行きましょう。しんすけを外してください。しんすけ、メインメンバーから外すんだ。完全外すんだね。誰にしようかな。フォワードかな ?5&G。サル。ヒロトくんかな。よし。さて、いぶきをスタメンにキーパーにして、ザナクロは、控えだ。大丈夫です。よし、では、行きましょう。ガンガン技使っていきましょう。ピックー。頑張れよ。乱入してくんなよ、お前。グランドセレスタギャラクシー、流行る第1回戦に戦うは、この方惑星の代表、サンドリアスイレブン！一人だけ肌の色違うな、敵。あーんと、もう一つは、銀河辺境 A ブロック予選に勝ち上がった、地球代表、アースイレブン！まもなく運命のキックオフ！さあ、宇宙での最初の試合だ！頑張るぞ、みんな！初バトル。マジ頑張るぞ。頼むで。監督の指示が冴えるかどうかだよね、ここは。さて、アースイレブン VS、サンドリアスイレブン、レベル差はやばい。やべ、レベル上げなきゃ！レベル20じゃきついか、これ。ねえ。見ていきましょうか。ね、控えの選手は一人だけですね。ディフェンスだけか。ね、レベルはみんな25。ねえ。やべえな、これ。で、このバルガって人はディフェンスらしいですね。かなり、ね、TP 消費の高い技、1回だけしか使えないブロック技って感じですかね。ね、化身が使えるってところなので、向こうも化身使ってくるってことでしょうか。ちょっとそこが少し気になるところ。スターシップスタジアム、惑星サンドリアス、やっていきましょう。ヘイ！全銀河の種族の存亡をかけた、空前絶後の、サッカー大会グランドセレクターギャラクシー操作で最初の戦いを勝利するのはスイリブンかサンドリアスイリブンか頑張るぞこの試合負けらんないディフェンスミスんなよどっちこそねえ、空気やばいぞこのハちゃんキョロキョロしてるで。いや、マジか勝てっかな、これさあ、多分イベント始まるでしょ、そこ。ねえ、さあ、パス。ガハハここは父さん任せておけマジ、いきなりどうの何ロックハンマーえ、それ TP 消費でかいでしょえ、それ死ぬってあーマジかガッハ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 ッこれが地球代表の実力が話にならんよーしお前たちこの星の未来のためだ容赦するなあーえ、マジ勝てっかな向こうのが格上だよね剣テンマーやばいキャプテンもみんな乱入してるバルガ卑怯なプレイさせんじゃない戦いをやるかやられるかだ手段は選ばんまあ、普通にドリブル抜いてるだけやろ。うわぁ、これちょっと避けるか、攻撃。ねえ。全部取られるわ、これ。フルパワーです、敵が。みなほくんも当たらんでええで。ねえ。ダーイずるいよさ、シュートだ。それそれそれ行くぞお前、ディフェンダーやろシュート技持ってないはずやで。シン様え、剣天馬シン様全員抜かれたで。何何あ、それはあかん、あかん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 。あははは、ゴールまでガラ空きにしてやったぜ。いや、ファールファールファールさあ、パスすんのかこいつ。
ダストジャベリン。何この砂のシュート、キッズ。ライジングスラッシュ止めてくれ。うっでー、マジか、破られんのかその技が。ガッハッハッハッ、もろい、散りゆく花びらのようにもろいやつだ。その真ん中の表現いる。いい加減の白バルが、こんな乱暴な触れて勝ってどうする。それが甘いと言ったカゼルマ。もしこの試合負けたら、何十億人というサンドリアスの種族と、その母性は滅亡する。お前たち、サンドリアス代表はその運命と責任を背負ってる。ね、バルガが正しいこと言ってるけどね。惑星が、種族が生き残るためにはどんな手を使ってても勝つべきではないか。おい、ヒーバー止めろ。なんだと、お前らこそあんな簡単突破しやがって。お前たち、仲間割れしてる場合か。みんながうちの嫌いな顔してる。あっちがその日ならこっちだってやってやるぜ。オンドルやー、喧嘩ダメだよ。みんなうちの好きな仲間なの。優しい人なのに。イライラとかムカムカだからそんなダメ。森村。そうだ、ダメなのに。どうすんだろう。みんなプレッシャーでいつものプレイができなくなってる。このままじゃ。どうしよう。この試合私たちが勝ちます。本当？ピンチの状況がこの試合には必要。ねえ。チームは追い込まれている。しかし追い込んでるのは敵じゃなくて黒岩監督。なんでわかんだ、そんな苦労。監督は我々をわざと窮地に追い込んでる。どういうこと？確かにどういうこと？なんでわかんの？待ってるんですよ。監督はこのチームの覚醒を。監督。ねえ、私の言ってることは当たってますね。私を試合に出してください。流れ変えてみせます。マジ？いいだろう。そう言うと思いましたよ。おーっと、アスイレブンは市川を投入だ。今大会初出場の市川は実力は未知数だ。流れを変えられるか？ま、局面打開するにはありだよね。誰変える？森村さん。はい。誰が一番怖いですか？あの助っ人さん、あとキャプテンの人。みんなを守る方法を教えしましょう。え？鬼ごっこの鬼です。ねえ、彼らに捕まらないよう、ボールを使った鬼ごっこ。鬼ごっこ？そうすれば、みんなを狙わず、あなたを追っかけてくる。あなたはみんなを守れる、やれますか？うちにだって。やるから本気ですよ。本気で鬼ごっこ。うちみんな守りたい。お願い、うちの中の獣力貸して。来るか、獣。ザダクロ、この葉をフィールドプレイヤーだ。え、誰変えるかだよね、ディフェンス。鉄カド結構高いんだけどな。鉄カド一旦変えるか。よし。ではでは、これで今から行ってみましょうか。ザナクロが、後ろに下がってるけど。ねえ。フォーメーション変えときたいな、これ。やらかしたな、今。メニューもう一回、フォーメーション変えます。ザナクロ、シュート技しかないので、どうしよう。ディフェンス技覚えてる。やっぱ、シン様しかいねえか。で、フォーメーションが悪いのかな？これ今。まあ、ザナクロは、シュートしづらいな。ちょっと左のサイドに入れときたいと思います。よし。では、これで行きましょう。頑張るぞ。後半。ザナクロにパスしよう。アドバンスゲージ貯めろー！さあ、最強コノハ、草か、で、敵いなくね？ま、草かでいいや。草かで、おらおら、メンチしたのか、おら。兄ちゃん、どこの星のもんや、やんのか、おら。どこの星のもんやって、面白いな。どこ中やってわけでもないし。ね。ザナクロにパスして、ザナクロサッカーやったことあるか、お前、大丈夫か。さあ、ツルキーさあ、シュートしましょう。確実に1点取りましょう、ここで。ねえ。相手は山属性なので火はやめよう。バイシクル。バイシクルソード !170 高いぞ、結構。いったね！どうだ？サウンドドーグ。どうだ？うわ、360! マジでいってんの？マジか、それ。結構というか、かなり強い。ねえ、ベースパワー勝ってるから、そよ捨てでもいいけど、Z スラッシュも上げときたいな。
ねえ、でも向こうが林なので Z スラッシュしときましょう。僕はそういうステージじゃ無理、負けるかもしんない。 Z スラッシュかっけえ。これはもう Z スラッシュ、いや次そよ捨て、ラッシュで行くが一気にそよ捨て完璧で、天魔オーラ発動、行きましょう。化身でシュートしよう。天魔は行くぜ、久しぶりに来いよペガサスアーク。さあ行きましょう、ペガサスアークの化身シュート技、これ入るでしょさすがに。ジャスティスウィング、 KP めっちゃ減ったわ。いける、入れ。600は無理、絶対入ったやったぜ、やっぱ化身だよな。テムありがとう。剣も化身シュートしよう次は、ね、化身使えるようになったから。さあこれでアドバンスゲージはマックスに放ったはずです。ドン、アドバンスゲージマックス。何が起こる、お、またたきやるじゃん。さあ出た、木の葉鬼ごっこの開始。みんなのイライラとかムカムカとかうちが引き受ける。来たそんな小さな体で何ができる。めっちゃちっちゃいもんな、この歯。人思いに潰してくれるわ。お、それそれそれ。さあ逃げるのかこれで。ロックハンマー来た、取られんの。ロックハンマーで取られとるやん。負けない、うちがみんなを守る。取り返す、ブロック技最強や。お、なんか出てきた、かわいい獣。これは地球人のソウル。ソウル、力がみなぎってくる。いけ、ソウル、人間の遺伝子の中に眠る獣の力を呼び覚ますことで能力を上昇させる。それがソウルと呼ばれる力で、ソウルは化身と同じくオーラボタンから発動できる。 GP0 の時は発動できないぞ。そして、オーラをまとっている間は TP と GP の代わりに SP ポイントゲージが現れる。技を使ったりするために SP が消費し、SP がなくなると、ソウルは、解除される。KP みたいなもんだよね。ソウルポイント。レベルポイントのゲージが溜まると、ソウルのレベルが、上昇して SP の最大値が上がっていくぞっていう。なるほど。ベースパワー分のレベルポイントを獲得できるんだっていう。なるほど、バトルしていくとどんどん上がっていくんだね。え、少しずつレベルポイントでも溜まっていくぞっていう。ソウル発動しているときは獣の技ソウルストライクが使う。ソウルストライクはポジションなどがタイプによって状況異なる。シュートやドリブルタイプがある。化身と一緒だ。ソウルストライクを発動するとスキルルーレットがある。スキルが変わるぞってやつなんだそれ。オッケー、さあとりあえずソウルストライクしましょうか。何これ、タッチルーレット止めろだって。えい、 TP 回復。ああ、ありがとうございます。よくわからんけど、ほら、どけよ。うわ、突破した、サッカー強すぎる。わーお、アスユー森村がソウル発動。あれは地球の生物、ホックスのソウルだ。キツネなんだ、ソウルか。お見事です、森村さん。コノハのソウル、ホックスが覚醒だ。マジか、コノハやるじゃん。ソウル、宇宙の中に眠る獣の力。チッ、地球人の分際でそんな貧弱なソウルひねり潰してくれるわ。うち負けない、頑張ろうか。さあ、木の葉が一人エースとなってしまったので、ねえ、どこまでいけるんでしょうか。エースですね。一人歩きます、一人歩きます、一人で上がってきます、一人で上がってきます。最強です、これは最強ですね。これ最強ですね。これ最強ですね。ほんと。この葉一人足早すぎる。さあ、ランスロット出ましょう。ランスロット。さあ、このままシュートしたいと思います。剣。ロストエンジェル。いったれ。化身シュートだ。511は高い。いったっしょ。よっしゃ !2 点目うめえ、カットせ。よし、木の葉のね、ドリブル、一人で上がっていく力が尋常じゃないぐらいすごい。よし、さあ天魔が
攻めてもいいんだけど、試合時間残り10分だからな、ここ。ディグスルー、なんだこれ、わお。いや、テンマも行くか、使い潰すか、ここで。テンマ、アームドしてから一気にワントラして上がっていきましょう。アームド TP 消費2だったよ、今。ワントラ。やばいでしょ。ヘイ、どけよー。下がろう。テンマ一人で上がれるか、ツルキと一緒に上がっていこう、ツルキと。おーとと、パスパスした、パスした。よし。Z スラッシュ。どいてくれ。よし。TP 消費量がアームドは減るようになったんだね。なんかちょっと変わって。完全にゼロじゃなくて。よし。じゃあ KP 消費か、これ。ねえ。KP 消費してるのか、これ。ちょっと困るな、それは。よし。どいてくれ。そういうステージ。ガツ抜いていこう。それバルガも抜けるでしょ、これ。え、味方のテンマ化身解除だって。マジで言ってんの。化身解除のなんか演出変わったんだ。だって Z スラッシュバーサスロックハンマー負けたか。でも TP 消費使わせた、これで。美味しい。ロックハーン。レイ。くそ、あと1点もぎ取りでーな。あと1点取ってね、安心したい、ここで。さくらちゃん頑張れ。ダメだ。ディグスルー。さあ、ファールザバミロ。待って、これは。めっちゃ美味しい。どうしようかな。ドリブル技が強いのさくらちゃんだよな。シン様もあげとくか。またたぎがボール蹴って、さくらちゃんにボール渡して、さくらちゃんがドリブルで上がって、みんなでシュートするって作戦でいこう。ザナクロとかで。いこう。ザナクロ、さくらちゃんが、上がっていく。いこう、これで。ビューティフルループ。フープ。いけ、あ、美しい。さすが新体操。新体操って俺あんま見たことないんだけどね。ね。いいですよね。なんか知らんけど。さあ、ザナクロのシュートを決めてやろうぜ。歌舞伎ブレイク。あ、それ !188 止められそう、これは。あ、いったんじゃね、ナイスさすがだぜ。ザナクロやるな。さくらちゃんとのナイスコンビネーション。右からも左からも、アースイレブンは点を取れるぞ。よし。あ、失敗？つるぎのオーラがあったのにね。さあ、みんなで止めよう。あ、前半終了ですよ、これで。さあ、圧勝してる。大丈夫よ、これは。ね、支配率 74%。めっちゃ勝ってんじゃん。このはちゃん、すごかったよ。あのソウルっていうの。うちもびっくりした。森村のおかげで頭が冷えたぜ。ありがとう。うん。みんな、ラフプレイなんかに負けるな。心を一つにして立ち向かうな。心一つね。また先だけ。監督、後半は僕を出してください。逆下だ。後半はもう、キーパー息吹だ。やはりお前たちはぬるすぎる。地球人がソウルに力に目覚めた身は完璧叩き潰さならならん。お前たち、後半は俺の指示通り動け。手を貸さなきゃ。この試合勝ってもお前たちに次はない。そんな。やめろ、こんなこと間違ってるぞ。アースイレブン。彼らは正々堂々誇りを持って戦ってる。私たちどうだ。誇り高きサンドリアスの選手として無理を張る戦いをしているか。まだそんな甘いことを。あら。確かに前半はやりすぎたかと思う。何？そうだ。こんな試合勝っても後悔するだけだ。誇りを守れない者は誰も守れない。そうだよ、俺間違ってたよ。サンドリアスの誇りは守る！バルガ！お前の力はもう借りない！あ、マジ？出ていくんだ。愚か者め。戦士交代だ、俺は降りる。あ、いなくなったバルガ。TP 使い切って書いたで。お前たちの星の未来など知らん。あ、そういうことか。機械の選手一人いたのって。怖い。なんとバルガが自らフィールドを去った戦士交代だ。これで正々堂々戦える。ここからが本当の勝負だ！まあ、点数差やばいけどな、もう。よし。では後半戦頑張りましょうか。さあ、どうって戦うかやな、これで。む。いくぞ、アースイレブン。ソウルの力は君たちのものだけではない。マジで？は
え、ソウル使ってくんの？カゼルマのソウル。なにこれ？変な生物。ソウル？サンドリアスの野獣の力、受けてみるがいい！出た、ソウルストライク。マジ？おおおおおお！またダギが食われた！え、フルパワーなんだけど。誰も何もできない、これ。強すぎるっしょ。行くぞ。これが我がソウルの力だ！え、止めてくれ、イブキ！何？ダストジャベリン。ソウルオンって感じ？イブキ、頼む。ソウル出てくれ。あのパワー今までと比べようならない。俺に止められるか？イブキ、動きが鈍い？もしかして？力みすぎちゃダメだよ！何？力みすぎると、ハンダが鈍って本能の力が出せなくなる。いつも通り落ち着いてプレイするんだ。わかったよ。うわあ！ワールドナイク、V2! 止めた、嘘だろ、お前。止めたぜ、あのシュート！よかった。西園のお前、なかなかいいアドバイスできんじゃねえか。え？僕も前にある人から同じこと言われたから。はい、さすが、たくさんの修羅場をくぐってきたことだけはある。頼むぜ。アドバイザーや。これからも頼むか。僕は何勘違いしたんだろう。同じチームメイトなのに、イブキに勝つことしか考えてなかった。僕もイブキも同じキーパーなんだ。一緒に強くなっていけば。僕も頑張る。いつか必ず追いつくよ。イブキに負けてる自覚あるんだ、シンスケ。その通りやぞ。なるほど、ソウルの力を込めたシュートですか。ねえ、森村さんがソウルに目覚めたとはいえ、やはり扱いについては彼らの方が数段上手。私もあの力試してみるしかない。え、ザナクロ使えんの？流れ変えてもらおう。もう変えてもらったけどな、一回。うん。アドバスゲージ貯めろー。真鍋くーん。ボール飛びすぎ。やべえな、これ。あー、インザッツ負けた、やば。ディグスルー。シン様？うわお、ちょっと負けてんだが。やっべえ、これ。みなほくん、ダメが間に合わなかった。まあ、いや、しゃない、しゃない。敵のシュートパワー同じぐらいで、TP がないから、これでいきましょう。ワイルドタンクでいきましょう。通常シュート、大丈夫。止められる。ワイルドタンク、V2! いけ、よし。確実に勝っていくぜ。だって、クサカにパス。クサカ。え、さっきからなんか飛びすぎてるボールが。やばいこれ。ロングスローみたいなのついてるからね、距離感がつかめねえ。投げる。キャラタッチしてんだけどね、キャラより高く飛ぶってやつ。この葉止めてくれ、もうソウル使って止めてくれ、ほんと。ソウルストライク使うか、技使うか。この葉ロールでいいか、ここは。この葉ロール。この葉ロール。よし。この葉最強、この葉最強、この葉最強。よし。向こうクリティカル出てても全然大丈夫なんだね。さあ、この葉一人で上げていきましょうか。で、うわっ、マジか今の。なんかボール取られたよね、今一瞬で。ディグスルー。さあ、敵がもうブロック技で使いまくってね、もうないはずなのでね。よいしょ。しっかり止めていきたい、ここで。止まれ。草か頼む。か、ナイス！草か！よくやった、よくやった、よくやった、よくやった。草か。草か、ザナクラと一緒に上がっていくか。オラオラメンチしよう、オラオラメンチ、ここで。ねえ。おら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 負けた！くそ！向こうのブロックはさ、強えなぁ。テーマ止めてくれ。ワントラワントラ。ワントラクソ雑魚やけど。いけるやろ。よし。ワンダートラップ V3。ワンダートラップのいいところはね、割とすぐ上がっていくところ。技の威力が。誰かいない？剣、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 剣。剣。よし。オッケー。さあ、なんか今、下にレベルアップが出たよね。さあ、剣、アーモードして、やりましょうか。向こうの属性、山なので、火は効きづらいはず。多分。エグゼイ。アームド！久々に見たな。かっこいいぜ。バイシクルソード。235だ。技使われりゃ止められるかな、でもこれ。来た、技だ。サンドドーク。高いんだよね、向こうの威力。300出るもんね。強すぎる。マジか。マジか、剣。今、敵にパスしちゃったわ。さあ、とりあえず、アームドブロック。
はい、どいてもらおう。アームドブロック、あんま強くないな。これ、オフサイドや。くそー、またたき、止めに行こうぜ。つるぎ。マジか。天馬ちゃん。天馬ちゃんはさ、とりあえず天馬のこれで、アドバンスゲージマックスなるはず。ワントラ。ワントラ頼もしい。で、幻ドリブルにしか見えなかったけど。アドバンスゲージマックス。そして技レベル上がったよね、今。ハイパース。誰？また、あ、じゃ、ザナクだ。ザナクロー。私ごとき名もなき小市民がおこがましいことですが、ここは決めさせていただきます。ソウル出る？おお、市川流獅子お名前、とくとご覧あれ。楽しそう。さて、あ、で、ソウルだこれ。ライオン？かっけえ。おお、一貫のソウルが発動。これは百獣の王、ライオンのソウル。マジか、ライオンなんだ。いいな、かっこいい。おー、ライオンパワー最強。なんて激しいプレイ。普段の彼からは想像つかない。約吠えるね彼。彼の力監督はしていたのですね。ああ、すでに奴は力を目覚めさせていた。歌舞伎で獅子王という役を演じきるために。なるほどね。荒々しい感じ。そこに目をつけた。精霊獣を覚醒されるにはトリガーとなるべきものの必要なのだ。故に彼をどうしてもアースイレブンのメンバーにしたかったんですね。うん。それで遠藤守君にお願いしたんだよね。あ、市川ザナクロ渾身の舞台、とくとご覧あれ。楽しそう、市川。ねえ、さあザナクロはこのままシュートしましょうか。ここで歌舞伎ブレイクするかソウルストライクするか。これね、えい、シュートアップレベル3だって。獣のシュートだ。うおう、700。待って待って。威力バカでしょこれ。化身軽く超えてるよね、やっぱ威力は。マジか。あ、打ち取ったらいい。すごいぞザナクロ。これが地球の総理の力か。強えな。さあ4対1です。もう試合は消したみたいなもんでしょう。あとは流していきましょう。ペッと。さあ、もう試合終了っすかね。よし。はい、やりー。いや、やっぱソウル強いな。化身みたいに。発動できる数やっぱ限りあんのかな、ソウルと化身って。全部で3体とか。ちょっとわかんないですね。あ、でも、わあ、わかんない。3体か、今発動してるのは。よし。これでサンドリアス滅ぼしたぜ。え？罪悪感が。まだ、勝ちや勝ちや。ザッツオーバー！試合終了！グランドセルスター第1戦は、アースイレブンの勝利だー！やったー！宇宙での初戦突破したぞー！ あ、これで一歩前進だ。これからも、激しい戦いが続くな。残酷な結末ですね。え？天馬、空気読んでくれ。なんだこの静けさ。星は滅びるからな。負けた。もう終わりだ。サンドリアスは、滅びるんだ。辛い。そうか、この星の人たちは。初戦突破おめでとう、アースイレブンと正々堂々戦えてよかったよ。お前、星が滅びるのにそれ言えるってすげえな。でも君たちはね、戦いの結果に悔いはない。我々はサントリアスの誇りにも守った。胸を張って海へ行け入れよう、カゼルマ。つらいぜ。アースイレブンが初戦を突破したか。な。地球の配下にならん、サンドリアス。どうよ、オズロックよ。これはこれは、ミネル様といかがされました？ねえ、ファラム・オービアス・ビアス女王、ララーヤ様から、命令を伝える。アースイレブンに京介鶴木という選手がいる。はい。それが欲しいと仰せだ。ララヤ様の元へ連れてこい。え？え、受けたまっちゃったよ、ズロック。剣？え、連れて行かれるのよ、ふむ。困るんですけど。お呼びですか？一仕事頼む。
マジで言ってる？やめてくれよ。剣持ってかないでくれ。マジで言ってる？ちょ、ほんまやめろ、ほんまやめろ。サンドリアスは滅びるのよ。うぅ。終わった。アースイレブン、お前らのせいで。勝ったのに後味が悪いぜ。襲われんじゃねえ、大丈夫？ギャラクシーの都合へ帰ろう。ねえ、怖いからパッと帰りますね。誘拐されたくない。帰ってきたよ、ただいま。お帰りお帰り、すぐサンドリアス出発するよ。もう怖いから行こう、すぐ。おばちゃん出発するよ。どこ帰る？地球帰る？一体。うむ、次の星？もしかして。全員乗ってるな。出発は10分後よ。準備済ませて。はい。ここでゆっくり座っとこうぜ。あー、やだやだ。さあ、剣だ！え？何？え？なん？どういうこと？剣の剣がいる？おい。誰だ？俺だよ。誰だよ？マインドコントロールモードって何？う、寝ちゃったよ、剣。何してんの？こいつ。うまくやれよ。よく見たら知らん。なんか違う顔してるみたいな感じするぞ。表情が違う。入れ替わるの？女王の子守も面倒だが、今回に関しては好都合だ。あ。この偽の剣を、アースイレブンに送り込んで、奴らを監視する。なのに、剣が、嘘やん、うちょ、待て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 。なんだこの展開は。剣行こう。ええ。え、普通、シーさんは気づかない。受け答えも結構しっかりしとるやんけ。やべえ、この展開。どこ行くん、次の星。カウントダウン開始します。またワープすんの？ 3、2、1。ワープ開始。さよなら。ね。さあ、その日の夜、天馬は気づくんじゃね？俺たちが勝つってことは、他の星の多くの人が希望を失うってことなんだ。せやぞ。俺たちが勝ち進んで地球だけが助かったって。でもそうせんと地球滅びるで。ピクーン。どうしたピクシー、またなんか夢見せてくれんのか？女の子会わせてくれんのか俺に。ありがとう。ここは？どこ？ここ出た、女王様。やっぱりあなたは優しいのですね。はい、びっくりした、声小さくてびっくりした。数少ない人。君は誰？私は惑星キエルのカトラ。はあ、キエル。もうなくなりそうやな、惑星が。話ができるの？こんにちは。ええ、あなたに伝えたいことがあってきました。なんかレベル5っぽい顔してるな、君、カトラちゃん。伝えたいこと？ねえ。銀河の星々を救う方法です。え？え？救えんの？私の心へ来てください。あなたにその力を与えます。みんなを救う力を。何？ソウル以外になんかくれるってこと？それはどんな方法なの？それは複雑？複雑。教えてくれよ。石だ。この石使うの？その石は宇宙に散らばった希望のかけらの一つです。これを集めるのたくさん。希望のかけら。え、それを集めて私の元へ持ってきてください。わかった。君のところへ。希望のかけらは全部で4つ。各星にあるのかな？何？あ、聞いちゃった。待って。待って、カトラ！ピク？ピクシーが見せてくれてんのかな、あの夢。で、翌朝、カトラのこと伝えないと、カトラ。惑星キエルのカトラ？ね、うん。その惑星キエルっていう星から、何か通信みたいな方法で、俺に語りかけてきたと。夢ってそういうことなんだね、まさ夢じゃなくて。星々を救う方法か。事実なら大変なことですが。ね。夢でも見てたんじゃないの？でも光る石あったじゃん。俺ははっきりと感じたんだ、カトラの声と姿を。きっと俺たちを助けようとしてくれてるんだよ、うん、この石だってきっと何かのヒントなんだ。で、次の星行く時もなんか夢見て光る石の場所教えてくれるのかな、多分。それはないわ、絶対に。なんだ絶対って。
どうしたの？え？で、あんた誰やん、結局。あなたが言っているキエルという星は、え？すでに滅びた星なの。え、そ、知ってんの？そこからの更新なんてありえないわ。滅びたって。そうそうそう。知ってるの？宇宙人なの、もしかして。みのりちゃん。私がその星の人間だからよ。え、そう、宇宙人だったの、みのりちゃんって。私は宇宙人なの。マジかよ、びっくりだよ。なんやこの終わり。わあ、びっくりすること多すぎやって、このゲーム。あ、この度やばい人とこの場を仰せつかりました。市川ザナクローと申します。うっす。宇宙での初戦見事勝利しました。しかし後味が悪いですね。ね、なんか悲しいよね。気にしたって仕方ないよね。それがルールなんだから。瞬きは現実的。生き残るには勝つしかない。何？俺もソウルを覚醒させてみせる。瞬きのソウルやばくない？なんかそういうと思いましたよ。次の星でもチームで力を合わせて戦いましょう。なんか黒い手がいっぱい出てんだけど、怖い。次回エピソード7、目覚めよ俺のダークサイド。信用できないよな、他人なんて。またたき、お前闇に落ちんのか？ねえ、ダークエンペラーなっちゃうのか？わかんねえけど。ということで、はい、今回これで終わります。さあ、ソウル発動して剣が誘拐され、ねえ、なんか世界を救うための方法を教えてもらえ、みのりちゃん宇宙人だった、いろんなことがありましたね。わけわかんねえ。また次の動画を見てくれよな。あ、おつぱよ、じゃの。